アズールレーン。少し暑い。あ、すまん。私はティルビッツ。北方で一人だけの留守番が長かったせいか、いつしか孤独なる北欧の女王と呼ばれるようになった。いいあだ名だと思うのはやめてくれ。この名には虚しさだけしかない。北に長く囚われ、故郷に戻ることさえ叶わなかったこの私を、今さら連れて行く気？そう。お前について行って、この世界を見てみようか。待つことに慣れてしまうと、待っていたものの価値が失われる。安全な場所から戦場を眺める。残酷という言葉以外何も言えないこの感触。わかるか？北の寒さと寂しさには慣れたつもりよ。今さら期待なんかしないわ。一番気分が悪いと思ったのは、待つべきか諦めるべきかがわからない時間だ。指揮官、あなたには待ち続ける価値があるのだろうか？ああ、なるほど。寒さに慣れ、孤独に親しんだつもりだが、人と交流する楽しさと、そばに人がいる時のぬくもりを忘れていただけか。でも今、それを思い出した。寒さに慣れていても、思わずぬくもりに手を伸ばしてしまいたくなる。指揮官、もう少し寄ってもいいか？ああ、これは心のぬくもり。心の寒さと絶望を溶かすような。ダンケシェン指揮官、北の女王はもう孤独ではなくなったわ。